改め私のここだけ覚えて帰って、はい、皆さんこんにちは、並木です。今日はこちら筑紫ヶ丘の練習場に来ました。ということで今改め私のと私が言いました。というのも今回のプロがこの方だからなんです。ということでプロをお呼びしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。押尾咲さんですね。押尾咲です。お願いします。お願いします。今回ね女性一人ですもんね。はい、そうですね。ね、ちょっと寂しいかもしれないですけど、はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ということでまず押尾さんの、はい、そのゴルフ歴というか経歴みたいなのをちょっと軽く教えていただきたいんですけど、はい、ゴルフ自体は7歳からやってるんですけれども、うん、はい、1回ちょっとやめた時期がありまして。あ、そうだったんですね。はい、3、4年ぐらい前に一回辞めてまして、辞めた時にドラコン競技を始めたんですね。なるほど。なので今もドラコンプロとして活動してます。そうですね、やっぱドラコンプロっていうなんかイメージの方が強いかもしれないです。そうですよ ね、はい、でも今回からはまた普通の試合とかも出るようになったって感じですか。そうですね、何年か前から普通のゴルフも再開してやってます。うんうん、なるほど、はい、そんな中でも押尾さんといえば、はい、やっぱ飛距離、そうです、ね、っていうイメージがあるんですけど、はい、押尾さん的に自分では、はい、自分の強みだなと思うところは、はい、どこですか。どう考えても飛距離です。ドラコンプロですからね。はい、じゃちょっとそのドラコンプロの押尾さんにやっぱ飛ばしのコツみたいなの、はい、いつも普段気をつけていることとか、はい、多分いろいろあると思うんですけど、うんうんうん、そのあたりをちょっと教えていただきながら、はい、実際に打っていただくという形でやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速お願いします。飛ばしのコツ、うん、一番大事にしたいのは意外とリズムとかで、そうなんですか。早く振るために自分に合ったリズムにするっていうことがすごく大事なんですね。ほう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 。自分に合ったリズムにした上でなるべく脱力して振るっていうのが、あ、そうなんですね。はい、力があるわけではないので。あ、そっか、なんか意外とやっぱ小柄、はい、じゃない、私ともあんま変わんないじゃないですか。そうですね。なので結構こう振って、はい、力いっぱいこう振ってバンバン打っていくっていうのが飛距離につながるのかなと、はいはい、思いがちだったんですけど、でもやっぱ力がないので頼ってもあんまり意味がないんですね。なのでうまくヘッドを走らせるとか、そっちの方に注力した方が楽に飛距離アップができる。なるほど。それをするためにリズムと脱力がかなり大事になってきます。わかりました。じゃあそのあたりちょっと意識しながら、はい、ちょっと一回打ってもらってもいいですか。はい、お願いします。私は 1,2,3 のリズムで打つので、はい、構えて1です。構えて 1? 1,2 で上げて3で打つっていうのをすごく気をつけます。はい、やってみます。 1,2,3 おー、パワフルですね。でもその 1,2,3 のリズムだけで、はい、っていうとやっぱ私的にはプロだからじゃないかなっていうのはやっぱ思っちゃうわけですよ。はいはいはい。なんかこう私たちアマチュア、はい、それこそ私とかでも、はい、こうこれをやれば距離アップできるよみたいなところってあります？はい、そうですね、リズムができるようになったら今度、うん、今 1,2,3 で振ったと思うんですけど、ほう、3がトップからフィニッシュにかけてのことなんですね。あ、1,2,3 なんで、3だけちょっと長いですね。1,2,3って数えるんではなくて、うん、他の音に置き換えたりしてみると意外とヘッドスピードが私だったら 1,2、はい、シュッとか、あ、擬音語でいいんですか。そうです。サとかビュンとか、ビュンと、あ、いいですね、ビュン、いいですね。自分にとって早く通り過ぎそうな音とか強く当てれそうな音、バンとかドンとかでもいいです。へー、に置き換えてあげるとヘッドスピードがサッと上がる人も結構います。さき、はい、さんは私は 1,2 です。 1,2 種が自分の中では加速するイメージ、はい、加速する音ですね。私なんだろうな、 1,2 はビュン、ビュン、今ビュンってあのご自身で出てきた音なんでビュン、はい、とてもいいと思います。それだけで変わりますか。変わります。本当ですか。ちょっとじゃあ実際やってみてもいいですか。はい、もちろんできるか分かんないですけど、はい、やってみます。お願いします。よし、じゃあまずはいつも通り、はい、いつも通り、よいしょ、よし、見てみよう。うん、こんな感じ。
1、2、ビュンやってみますか。じゃあ次1、2、ビュン。それで本当に変わるのか。ビュンって言いながらビュンって振ってください。言いながら振るんですね、はい、ちょっと1回シミュレーション。いいですね。1、2、ビュン。お、いいですね。飛びそう。確かに勝手に加速した気がする。ヘッドが。いくぞ、いきます。1、2、ビュン。おお、ナイス。どうです？いいですね。いい感じです。早くなってます。おー、うんうんって言われてる。いい感じ、いい感じ。これだけで変わるんだ。あ、だいぶ変わると思います。これだと簡単ですね。そうですね、うん、やっぱり難しいことってスイング中一瞬じゃないですか、はい、一瞬の中で、うん、あれをこうしてこうしてって難しいことたくさんってできないと思うんですよ、はいはい、なのでリズムとかビュンとかそういった簡単なことの方が自分が動きやすくなるんですね。確かに動きやすくしてあげることでスムーズにヘッドスピードを上げてあげるっていうのが目的なので、うんうんうん、難しいことはなるべくしない方がいいと思ってます。確かにゴルフはシンプルにって言いますもんね。そうですね。確かに今のだったらね、私もスイング変えてないんですよ今まで。そうですよね、はいはい、本当にビュンって言ってるだけ。ビュンって言ってるだけ。不思議ですね。けどこれなら多分視聴者の皆さんもできると思います。すぐできます、はい、こうやって練習場でもすぐ実感できると思うので、はい、ぜひやってみてください。やってみてください。ちなみになんですけど、はい、まあ、今 1,2 週とか言ったじゃないですか、はい、とはいえラウンドではあんま言わないですよね。あ、飛ばしたい時は全然言っていいと思います。本当ですか。 1,2 週でもビュンでもラウンド中も、はい、ラウンド中も、はあ、マジですか。ラウンド中に飛ばしたい時に雑に力を入れて、うん、よいしょって振ってしまうと曲がってしまうじゃないですか。それをするぐらいだったら特に力を入れるとかそういうわけではなくリズムと今の音だけ気にしてあげるといいと思います。意外とそこなんで、リズムと音ですね、はい、リズムと音大事ですね。へ、ちょっとそこを意識してみます。今度、はい、なんかいろいろね考えちゃうじゃないですかゴルフのスイングって。そうですよね。でも一瞬なんで。一瞬なんでね、はい、そこを意識して、はいはい、やってみたいと思います、はい。これはいいですか。飛ばし屋のお塩さんってことでいいですか。はい、大丈夫です。もうキャッチフレーズが、はい、分かりました。皆さん飛ばし屋のお塩さんで覚えてください。はい、はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますのでこちらもぜひフォローしてください。